ほんまやったら1週間後に東京オリンピックが開会してたのにね。それが来年に延期になったんやけど、どうなるんやろね。IOC のバッハ会長が複数なシナリオを検討してるっていう記事が出てましたけど、ほんま大丈夫かいな。ね、東京大変やね、ほんと。なんか、梅雨も長期化しそうで、なんか今年に入ってからハッピーなニュース聞いてないな。なんかね、地球全体がこうネガティブなベールにすっぽり、かぶされたみたいに目に映るニュース、ほんとね、全然ポジティブなものが入ってこない。まあ昨日のね、将棋の藤井聡太君、あれはほんとすごかったね。あれは超いい、ポジティブな感じだったけど、そんなこんなで、止まない雨はないし、明けない夜もないから、気持ちだけはね、ほんとね、ポジティブにいきたいなぁなんて、そんなことを最近は考えております。